ステージ。我々と妖怪は新しい組織を作ることにした。そこまでは聞いてるな。お前たちに用心省への出航を命ずる。用心と僕の正面の君、君が僕の相手、パートナーということか。私ですか。そうさ、僕じゃダメか。そうなんだ。嘘もない。鈴木蛍です。何？鈴木蛍さん、どうなされたのかしら。おかしいですこと。同じく陸軍少尉吉野桂池。葉月でございます。守りと申します。花木ガンリーです。僕もこう見えて少尉なんですよ。このままいけば史上最年少元帥も夢じゃありません。あら、まあエヴァリンゴさん、でもそこがたまりませんわ。どういうこと。僕は小さい頃から用心が大の苦手なんだ。怖くて怖くてたまらないんだよ。お前、王子様じゃない。なんだよ王子様って。おー、ちょっと来ないで。来るよ。あんた、ただのヘタレじゃん。ちょっと顔がいいだけ弱虫じゃん。花立て。花立て注意。あなたはとても美しい。さあ、あんたたち、俳優。私たち以外に俳優はいないって聞かされていたのに、あなたたちは何者。私は白鹿。ああ、ガキと小娘じゃ食うに食えない。油がギトギトで私まで超えちゃうもの。なでり物にするぐらいが関の山かしらね。どうしてまだ出会って日も浅い僕にそこまでなさるんですか。歳月は関係ありませんわ。だって好きになったお方ですもの。こうすれば言葉などよりもお前への気持ちが正しく伝わるだろう。あんた何者よ。ここはどこ。私に何の用があるっていうの。そう一気にまくし立てるな。せっかく久しぶりに会えたというのに。久しぶり。人ならざる力を使う者たちが住む里だ。佐久良君がそこで結婚させられるということですか。お待ち。私も。